将棋将棋の先鋒拒否者横取り、横取り四五角横取り四五角は、将棋の横取りにおける先鋒の一つ。あと、鉄外が取る先鋒である。あい、横取りの一部の変化と同様に序盤から激しい展開になるため短手数で決着がつくことも多い。江戸時代から存在する指し方であるが、横取り先鋒そのものが長年下火であったこともあり、昭和時代まで、 本格的に帰り見られることはなかった。横太り四五角戦法の価値を再発見したのは、天野沢田拓夫とプロ騎士の谷川浩二であるとされ、谷川は、若手時代にこの戦法を連投し、対戦相手を三十六手で投了に追い込んだことがある、対森安秀光戦。谷川の活躍もあり一時プロで流行したが、やがて研究が進むと、この戦法の後手の攻めは、 無理筋と見られて、プロ間ではほとんど刺されなくなった。一方、持ち時間の短いアマチュア同士の対戦では、現在も見られることも多い。7六歩3四歩2六歩8四歩2五歩8五歩、7八金3二金2四歩同歩同飛8六歩、同歩同飛3四飛から8、8八角なり同銀と、角交換して2八歩2同銀と取らせて4、五角と進む。ここからの変化は、 た々あり、先手が四五角に対して七七角、またはに四比とする変化が主流だが、八七歩、三五比という変化もある。七七角以下は八八比なり同角三四角、一一角なり八七銀等が知られる。以下七七場であると七六銀歩なり同馬に、飛六比二七五七六比七七銀で、七四比もしくは七七比なり同計八。 九角七九歩七八角成同歩六七角成五八金七八馬六五桂等途中七六銀歩成で銀成であると同馬とせず六八馬があり八八歩七七桂八九歩成に六五桂が生じる一方で二四比を選び以下に三歩七七角八八比成同角に四歩一一角成と進んだ局面において小手に様々な選択肢がある またに八歩を手抜いての、単に七七角とするのも、先定よしとされている。この手は1980年代初頭に編み出され、開発者の名前から若島、佐々木流と呼ばれた。当時サーダラによって、近代将棋1980年2月号、将棋ジャーナル15号などで紹介され、いくつかの大学将棋部で検討された結果、従来の二八同銀より勝ると断定された。 その後ジャーナル16号で加藤ひ文が7七角は、先手不利と断定し、当時に八歩には見る気くなしに同銀と取る一手、とする意見がも強かったという。しかし同年の大い戦予選トーナメント決勝、谷川浩次対、田中伊佐を終戦にて、先手の谷川は早速この7七角を採用。以下は7六比に八銀に7歩三九銀に、 六飛三八、8金3、三三歩8、八、四、飛に、八角。八、一、飛なり1、一、九、角、なり6、六、五、計と進展し、五手が二、八歩制7、星、七、三、不なり7、七、二、金、九。五角、四、四歩という最善の順ではなく四。二玉としたので七、三、不なり、以下、先手が五十三手で、解消する。途中の六、五、計では七、四歩に8歩制7、八歩制4、星、七、三歩、星。四、一玉、六、二と四、二、金、六、一と三、八と。 三五かつら二九ひなり五一と三二玉二三、金同流同桂なり同玉三八銀等の順、また八三桂七二銀九一流で八三、銀には八七甲、八一甲なら七四歩に八歩星七三歩星なども検討されている。総英の平手総研定席集にも手順が示されている。それには四五角二四飛に八七銀と強襲するか、 それとも 33K36 項の局面で66、銀、あるいは36同角同歩54項などの手がある。山田道義によると66銀以下は58金6、7銀なり同金右同角なり同金88、広く8金引き89比なり69歩で差し切りで、あるとしている。いずれにせよ後手が攻め続け、先手が受けに回る展開になり、先手が正確に受け続けると、 先手よしとなる。平手創建上席集では三六甲の他に八八比、八七比、八三比、六八玉の四手段が記されていることが知られる。また八五比と打つ手が、慶応義塾大学将棋部で研究され、慶応流と呼ばれていた。近年ソフトの発達により、三六甲に変えて五五比という手が発見されている。 後手の最前手は六五桂だが八二歩でも五三、ひなり五二甲、六三竜六二銀五二竜、同金五六甲でも先手優勢となる。四五角先方では後手から三八歩と打ってくる、急戦もある。同銀と取れば四四角とする先方に向かう。後手は、それが狙いであるが、三八歩の先手の対応によっては違った形になる。この順は、江戸時代からあるらしく、三八歩は、 先手の陣形を乱そうとの意図で、江戸時代の起礎にはあるが、現代のプロ棋戦には全くと言って良いほど、出現しない。平手総研上席集にも手順が示されている。これには三八の歩を取らずに二八銀とすれば、通常の二八歩同歩よりも三筋の歩が残って三筋に、歩が打てない分悪いとしている。仮に二八銀としたとして、二七歩同銀四五角という手がすぐ見える。 ただしに四比は六七角なりに、同金八八比なりに飛比なりと進行するのが一例であるが、この局面では後手には三九補正がある。同金は五八銀四八玉六七、銀なりまでの即積みで、放置すれば四九とからの頭金。三一竜同金三三角六二玉八八角なりならば竜は抜けるが、四九と同玉に二八比で三八銀だと。 なっても二六歩が後続手。先手の対抗策としては、六七角なりに七七角がある。以下、七八ば八六角八八ば五三角なり五六歩という、進行が一例。二七同銀四五角に、七七角の変化では八八飛なり同角三、四角一一角なりで、三三桂には三六甲、八七銀には七七場、二八飛には三八銀。 7、6比と回る手段の方がよく、7、7角に7、6比に4比に3歩8、4、比に7角なり8、1比なりが、進行例。ここからさらに、2、6比8、3、k、7、2、銀、9、1、竜、8、3、銀となる。2、7、銀、4、5角に3、5比の変化では、7、6比から2、6比。以下1、5角3、3、k、2、6比、同馬、同角に8比。3、5比に、 先ほど同様に6七角なりと攻め込んでくれば、先手は、やはり7七角七八八六角八八八5三角なり4二金六三馬と迫ることができる。2七同銀に八角には2二歩三三桂に一歩正、3九歩正3一と4九と6八玉4二、金に四比である。他に、先手同銀もしくは同金と取る順も示されている。 一家三八同銀は、四五角に四比に三歩七七角八八、ひなり同角に四歩一一角なり三三桂、八五比で先定よし。三八同銀は、四五角七七角八八ひなり同角三、四角一一角なり三三桂三六五八、七銀六八金七九比四八玉七八、銀なり五八金六九ひなり三四五六八、 成銀同金同流五八飛同流同玉八八飛六八銀七八金五九銀八九飛なり四八銀右六九龍四九玉六八金八八飛で先手よし三八歩に同銀でも同金でも先手が悪くならない後手三八歩の意味は先手の方から攻める前に玉の太路を狭める意図であるその意味からも先手方は同金より同銀が勝っている。 後手片横太られの上の一歩損だから、もう急戦に持ち込むよりない。が、六九ひなりと三四甲の交換では、損害が大きすぎる。そして八八比が甲手で、以下五九金同銀で、後手の攻めは完全に切れている。ありがとうございます。